皆さんこんにちは。信長の野望新生 with パワーアップキット、今日も続きをやっていきたいと思います。シナリオ天下無事ならずを真田軍でプレイ中です。現在1599年7月ですね。現在の勢力マップをですね、上空からご覧いただいてるんですが、我ら真田軍はこちらの領土ですね、前回関東をですね、制圧しまして、里見軍とあと佐竹軍ですねを立て続けに滅亡に追い込みまして、なんとか前回の目標は達成たかなというところですね。ただですね、そうしている間に豊臣軍ですね、豊臣軍がかなり勢力を伸ばしています。で、九州の方では島津軍ですね、島津軍が、勢力を伸ばしているというような感じでしょうか。で、東北の方では伊達軍ですね、伊達軍が順調なのかな、順当に勢力を伸ばしているというような感じでしょうか。で、現在ね、伊達軍とは同盟関係にありまして、一緒に西の方にね、これから攻めていくというような感じになるのかなと思います。で、そうですね、上杉軍と徳川軍は風前の乏しみといったような感じです。でね、この画面ではわからないんですけど、どうもね、この辺りの小勢力、前田とか、堀とか、あと、この辺りのちっちゃい、勢力があるんですけど、この勢力はね、結構もうみんな豊臣軍に従属してるみたいですね。だから、もう基本的にはね、この辺りはもう全部豊臣軍と言っていいのかもしれませんね。この辺り全部豊臣軍。で、毛利はね、従属してないっぽかったんで、かろうじて毛利と、島津がこの辺を、保ってると。領土を保ってるというような感じでしょうかね。で、ちょっと、そうこうしているうちに、豊臣軍がね、また勢力を伸ばしていくというようなことは非常に、困るので、いよいよ豊臣軍と、戦う時が来たんじゃないかということですね。で、上杉軍が今これ立てこもってるんですね、城に。で、ここが春日山城。春日山城はかなりね、難攻不落の城なんですよ。だからね、ちょっとやそっとではね、これ落ちないんじゃないかと思ってまして、で、今もね、結構ね、攻められてるんですけど、なかなか攻めあぐねてるみたいです。だからね、もうちょっとね、時間稼いでくれるんじゃないかなと思ってまして、で、あとね、この徳川もね、まだ頑張ってるんですね。浜松城も、そんなに大きなお城じゃないんですけど、徳川軍、やっぱり優秀な部下が多いんで、それもあってかですね、もうかなり、粘ってますね。ただ、前回までこの辺のお城あったけどね、もう、あと浜松と掛川だけになってますんで、時間の問題でしょうね、ということで。できればね、徳川とかね、上杉は、ちょっと、豊臣に攻められてほしくないというのもあるので、ここがね、すでに豊臣と隣接してるんですよね。なので、ちょっとこの辺りに攻め込んでみようかなと思います。どういった状況になるのか。勝てればラッキーぐらいな感じで行こうかと思いますね。
でどれぐらいね援軍が来るかというのもちょっと見てみたいので、まあ今ね、部隊が、上杉と徳川に向かってるじゃないですか。だからここにどんだけ援軍来るのかなっていうのもあるんですよね。うん、そのあたりをちょっと見ていこうかなと。で、ね、あとこれはちょっと ご紹介したかどうかあれですけど、人のね配置をいろいろ変えてまして、上田城に真田幸村ですね。で箕輪城に、北条氏輝、で沼田城に本多小松で、国宗に、成田海、八方に小山田で、新田金山に矢沢という感じで、まあ、この辺りにね主力部隊をちょっと集めてます。あとここか、まあ、この北のエリアね、ここでね、はい。で、もう一個主力が、まあ、ここですね、小田原。小田原は引き続き信行さんですね。それとあと、まあ、本体はここ新府城ですね。でここがねもう一息なんですけど、一応1万行きましたね。でここは山上さんに守ってもらってる状況です。であと1万超えてるのがここの久留里城なんですけど、ここはねちょっとねやっぱ距離がねあるんで、なかなか出陣しづらいなというのはあるんですけども、まあでもゆくゆくはここからも兵を出していかないといけないんじゃないかと思ってるので、まあ今まあ開発をね、まあ進めていっている状況です。でここはね攻城戦で取ったお城なんで、意外と施設が残ってたんですよね確か。城情報、はい、施設もね、結構残ってます。はい、なので軍開発もそれなりに進んでるので、まあまあもうちょっとでいっぱいになるかなという感じですかね。で上位集落もねもう出ちゃってるんで、このね大農村とか大市とか出てるんで、まあ兵力もねそれなりにというかかなりあるお城になってます。だゆくゆくはここで三崎城を最後落とすとか、まあそういう感じですかね。で三崎城が取れれば、この海を渡ってこっちの方に出ていけるようになるんじゃないかなと思いますが、はい。そしたらね、もうすでに小田原城から、誰だっけ、信行さんを出陣させてまして、まあ、どれぐらい集まってくるかですけどね。で、どこどこ行こうかっていうの今考えてるのが、まあ、新府ですね。で、八方、新田金山。で、国宗、箕輪。で、沼田ですね。で、最後に上田城から出して、まあ、この辺にどれぐらいの兵力が集まってくるか。まあ、集まってこなかったらね、もう多分すぐこれ落ちると思うんで、まあ1個2個ぐらい城を落としたいですね。まああんまりね、欲張るとあれなんで、でこっから南に下っていって、なんとなくこう徳川を守る感じになるのかな。こっち側から下っていった方がいいかな、どっちが。まあでもこっちの方が開けてるんですよね。この辺が城、結構大きなお城が多いんですよ。だから、まあ、できればこの辺のエリアですね。ここ。まあ、尾張っていうんですかね、この辺ね。まあ、要は、もともと織田信長の、まあ、領土だったところですかね。で、これが徳川ですよね。岡崎城。で、これ岐阜城というのがまあまあ大きなお城なんで、まあ、この辺を取れれば、一気にこの畿内エリアへの足がかりになるんじゃないかと思うんですけどね。まあそこまで行くのはまだちょっと先かもしれない。ただ、まあね、急がないとね、豊臣軍のこの勢力がバンバン来るんで、まあそれをちょっと、
防いでいくという感じですかね。で、あと政策の方はどんな感じかというとですね、ここはね、あんまり変わってないかな、前回からね。あ、コニダ隊配備を星2つにしたんだったかな。はい。で、次、この常備兵制かな。この辺をやっていこうかなと思います。もうそろそろ800という結構値段高いんですけど、この辺のね、やつをやっていかないといけないなという感じですね。これ結構ね、兵力が増えるんで、まあ、連兵場は大体のお城に作ってますんで、まあ、それがプラス300ということで、はい。まあ、あと天下布武もね、本当は星2つぐらいまで上げたいけど、3000とかね、むちゃくちゃ高い金額が必要になってくるんで、まあ、この辺はもうちょっと先かな。あと、この電魔星っていうのをつけたかな。これね、これかなりいい政策なんですよね。この政策はですね、大名、この、本拠地から、ある一定のエリアまでしか、大名が直轄できないんですね。直接こう、なんていうんでしょうかね。要は、統治できるエリアが決まってるんですよ。ちょっとどの辺までかっていうのはあれなんですけど、確かでもこの辺は外れてたと思います。で、そのエリアを広げるという政策なんですよね。それが広がると、直接大名が、直轄で命令できるようになるので、要は収入とか、兵糧の収入とか、金収入とか、その辺が満額もらえるっていうことですね。で、それから外れると、一気に減額されるんで、あんまり城を持ってる意味がなくなってしまうんですよね。で、その場合は、軍団を作って、軍団長に支配をさせれば、その減額分が満額もらえるとかっていうことがあるんですけど、こう軍団作って、その軍団長に任せてしまうと、もうその人に一括で委任しないといけないわけですよ。そうすると、もう勝手な動きをするんで、もうそれがね、すごくストレスになるんです。もう勝手に攻め込んでいったりとか、もう勝手になんやかんややるんで、それはね、私基本的にやってないので、全て自分で操作をしたいという派なのでね。で、それがさっきの、政策の、なんだっけ、電波制というかな、こちらを星1つにすると、まあ、エリアがちょっと広がりますよと。で、2つにするとさらに広がるのかな。まあでも6000いるんでね、まあとりあえず星1にしておけば、まあそれなりに有効かなという感じですね。はい。まあ政策もぼちぼち進んでいってますので、はい、じゃ あ攻め込んでいきましょうかね。はい。それではですね、今合戦が出ましたので、合戦をやっていきたいと思います。思いのほかね、援軍集まっちゃってすごい合戦になりそうですね。で、出陣中に海津城が豊臣軍に落ちてしまいました。なので、もう上杉軍本当風前の乏しみになってますね。はい。じゃあ合戦やりましょう。相手16部隊もいるんですよ。で、こっちがまあ10部隊ですね。まあ兵力はね、ちょっと勝ってるんで、まあ有利かなとは思います。で、威風が強なので、かなりちょっと期待しますね。でね、どうなんでしょうね、舞台8舞台までしか出れないパターンと、それ以上に出てくるパターンがあるんですけど、今回は、8舞台しか出てないんですね。8舞台しか出て、これね、多分この戦場ですね、マップの広さによって変わるんだと思うんですけど、あと舞台の数とかにもよって変わるのかな。まあ、基本8舞台なんですよ。で、残った舞台は後になんですかね、こう引っ込んでる状況なので、舞台を倒したらどんどん後続舞台がこう出てくるような、そういう仕組みですね。で、ここで出陣部隊の選抜もできます。ちょっとやってみましょうか。
今このチェックがついてるのが最初に行く、まあ、スターティングメンバーみたいな感じですかね。で2部隊がまあ補欠的な感じですね。あ、これ変えてもいいけどな、矢沢さんと。まあでも攻撃力がな、防御力も全然違うからな。ただ同士打ち結構いいんだよね。まあでもスターティングメンバーでいきますかね、そのままでね。はい、じゃあ、改善していきます。どんなマップですか。武が全てではないことを見せて差し上げる。なんかあんまり見ないマップだねこれ。真ん中にこの体力回復するやつがあって、で両こっち側とこっち側が高台で、ここ取ろうとしたら上から弓でやられるっていう感じですね。面白いね。で舞台は、左右左の方が兵力ありそうだね。こいつが一番脅威だな。まあ、舞台のステータスとしてはそうでもないけど、まあ、兵力が多いんで、あとこれか、これ中央も結構面倒だね。あ、毛利勝長さんがいるじゃないか、これ。この人強いんですよ。そうか。まあまあまあ。まあでも一番脅威なのはやっぱりこれかな。14000。こいつをなんとかしたい。よし。じゃあ左の方がやっぱり強い部隊を。あ、ちょうどいいね。これ、信之さんで。動くべき時は今ぞ。ここで。3部隊いればなんとかストップできるでしょう。どうしようかな、こっちどっか行くぞ。足を動かせ、うん、これで行こう。で、真ん中の高台をどうしますかね。まあ、ここまで取りたいけどね、取れない。取れるんかな、どうなんだろうね。お指図を頂戴したく。上から弓を浴びせられるけど、もうそれを覚悟で取り行くかい。ご命令を。かの要所制。これを覚悟で取り行くか。出なよ。で、こっち側はもうあんまり前に出ないで行くか。まあ、ここまでは行っていいかな。ここまで行って。でこれがね、15000いるんでかなり大きな部隊。どうしようかな、まあ、この辺でちょっと様子見ようか。もう進めるぞ。よし、まあ、とりあえず進めていきましょう。まあ、できたら、攻撃を入れていきたい。まあ、やっぱこっち来たね。ここ取られるとちょっと具合悪いんだよね。ちょっと待って、一旦ここで待機。あ、こっち抜けようか。ここまでは入ってこないでしょ。弓矢はね、このどこにあれ、多分ね、ここまでは飛んでこないと思うんで、こっち側にちょっと避難しましょうか。ここまでは大丈夫だね。よし、じゃあこう行こう。こいつはどこなの。ああ、そうか。ああ、これこっち側がよかったな。ああ、まあいいか。まあいい。こう行こう。お命令を。7000が来たね。ああ、すぐ取られたね。やっぱりそこを取りたいけども取れないかな。あいつ行っちゃったな。大丈夫かな。強くないんだけど。まあいいや。じゃあここで攻撃入れていきましょう。我が手に要所を掴むぞ。よし、ここで待機。続け。あんまり強くないんだけどね。まあしょうがない。もう7000はここでちょっと攻撃入れたいね。よし、制圧 OK。これで OK。ちょっと待って。ここはね、一旦ちょっと様子見たい。急げ、守るのだ。で、ここで攻撃入れたい。動くべき時は今ぞ。雪村をここに展開しよう。よし、もうちょい行こう。佐野さんあんまり強くないんだけど、大丈夫かな。皆の者、
力を今こそ見せる。ベスト8に入った。入らない。あれ、ここ誰もいなくなったね。これ取り行こうか。ここ策の仕掛けどころだ。よし、クリア入った。オッケーオッケー。これでだいぶ違う。あー、いつが来た。こいつが来たからどうしようかな。ここで止めるか。これ攻撃入るかな。いや、ここで止めとけばこの弓隊でだいぶいけそうな気がするな。ここで止めといて弓がどこに出るかが分かんないんだよね。これどうやんだっけ。あー、ちょっともうちょっと、あー、どうしようかな。ごめん、待っておりました。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。これ上から弓いくよね、多分。始めるぞ。よし、いったいいよ。よし、いったこれよ、いい。こっち側攻撃入ってるね、OK。これね、うまくいかないと攻撃入らないんだよね。こっち側も入ってる、OK。ちょっとこいつ体力がもうなくなってきたな。もうちょい頑張ってもらおうか。もうちょい頑張ってもらおう。よし、早い。制圧した。これでここに前進してちょっと攻撃入れれないかな。敵に痛手を与えます。攻撃入れつつ上から弓を、弓をね、バンバン打てばかなり強い。よっしゃ、撤退。お、なんか出たよ。よっしゃ、オッケー。混乱も入る。ここだぜ、これ。よし。こいつがね、ここ取りに来ると弓がバンバン入ってくるんで、それはそれで厄介なんだよね。よし、じゃあちょっとこれ引こうか。佐野さん引こう。ちょっと一回体力回復させたい。で、矢沢さんで変わろう。よし。さあ、毛利勝長がどう動くか。これは一体何。よっしゃ、壊滅。ああ、どんどん出てくるね。敵に痛手を当てます。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。あ、これ弓隊ってここやね。今ちょっと出ましたね。このサンマス軍にあれだね、多分撃ってくるんで、ここは撃ってこれないね、多分。オッケーオッケー。じゃあこのまま行きましょう。皆の者、我らの力を。よっしゃ、制圧。これでちょっと一旦下がろう。うわ、1万が来たな。まあでも大丈夫かな。北条さん、ちょっと休憩したいんで、皆の者、進むぞ。北条さんじゃなくてあれなんだけど、あ、サラダさん、こっち。北条さんは別にいいか、そのままで。いや、ちょっと下がろう。よっしゃ、撤退。あ、撤退だけどどんどん出てくるんだよね。どうか、ちょっとご命令を。ここに待機しとこうか。要所へ急ぐ向かう。なんでこっち行くんだよ。お指図。そっち行かないでほしいんだけどさ、もうなんか行っちゃってんだよね、これ。もうそれがすごい嫌、俺。命令してないのに行ってしまうんだよ。読み方に分があります。今こそ我が戦法により勝機を見出す。ちょっと体力回復しないで大丈夫なんだ。お指し図、一体帰ろう。進むぞ。よっしゃ、制圧。オッケー。で、これ後続部隊がまだ来てんだよね、これ。来てないのか。敵に痛手を当てます。あ、しまった。これちょっと一回下がろう。ちょっと体力がない。軍を動かす。続け。
で、ここはそのまま行っちゃっていいのかな。ちょっと体力回復したいんだよな。2000がまあ来る可能性あるよね。どうしようかしら。一旦体力回復させて。策の仕掛けどころぞ。やばい、これはダメだ。ここはダメだ。こっちだ。おいつ、今前方に手を通る。ちょっと待って、体力回復させたいから、ご命令。ユーラはこっち下がって。待っておりました。敵に痛手を与えます。で、こちら側はどうなってんのかな。3000が来てる。体力回復したんで、ちょっと一回下がろうか。頂戴したく。で、佐野さん復活させようか。奪われてはならない。もうちょい行こう。お、出た。なんか出た。よっしゃ。メイドの道行きとして。ちょっともったいないか。大丈夫か。オッケーオッケー。いいよいいよ。ちょっと変わろうな。よし、これでここに入ってきた。こいつを叩こう。ちょっと体力回復させたいんで、もうちょっと待つか。よっしゃ、これが溜まった。これは大きいよ。これでこの血を使うは今。よし、体力回復で、これで雪村が復活したね。どうしようかな。もうちょっと様子見ようか。弓の出番ぞ。今こそ好機です。やばい、これ弓が入ってくるね。よし、撤退。よし、帰ります。ちょっと待って、ちょっと待ってね。ここにいると弓が降ってくるから、ちょっとこっち側まで移動したい。よし、ここ復活した。ここで入れよう。よし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 、これも復活した。復活しよう。敵を攻めます。で、雪村をちょっと今温存中だね。どんどん出現してくるから、この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。ここまでは弓届かないし。撃って出るぞ。あの弓隊本当邪魔だね。よし、撤退。行け。あと何部隊の、まだ結構いるね。よし、もうちょい行こうか。まだ体力大丈夫ね。オッケー。よし、撤退。よし、攻撃入った。まだいける。あ、ちょ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 、行き過ぎ行き過ぎ。もうちょっと行き過ぎだよ。もうちょっと一回下がろう。あんまり出過ぎな真似はしない。下がろう。ちょっと下がろう。よし、ちょっと下がろう。落ち着け。この戦場に。よっしゃ、また体力回復できる。これが大きいんだよね。あれ、ここ入ってないんだ。まあいいや。場を生かすが上策か。よし、OK。そしたらば、ここ取り行こうか。いや、ちょっと待って、これ体力ないな。一回これご命令を。はい、真田幸村を送り込もう。敵を叩くぞ。で、こいつでここ取りに行こうか。できたらね、これを取りたいんだけどね。ちょっとなかなかそこまで行くのはまだちょっと早いかな。おい、どんどん来るよ。相手十何部隊いるからね。ちょっとなんか今変な感じになったよ。
信行さんは一回下がりたいんだけど、下がれない。皆の者、進むぞ。よし、来た。こいつをじゃあ、返り討ちにしよう。で、今度は矢沢さんで行こうかね。猛者の守りを固め。もうちょい行こう。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。よし、制圧。よし、これで、あれ、あ、勝っちゃった。ああ、そうか。相手の士気がなくなったんだ。ああ、そうですか、そうですか。よかった、よかった。よし、1万8000減った。いや、結構減ったね。で、もっとね、壊滅に追い込みたかったんだけど、あんまり敵の兵を削れなかったね。ここまで寝返りましたね。あ、海図も取れた。あとはここ虹用だね。さあ、こっからどうするかだね。こいつら来んのかな。ちょっと一旦様子見ましょうか。もうちょっと一回退却した方がいいかなとかっていうのもあるんですけど、これだけ取れればね。あー、でも兵糧まだ持つね。あと1個ぐらいいけそうな感じはあるけど、ちょっと行ってみましょうか。相手の出方見てみましょうか。こっち側の方がいいかな。こっち側の方がいいかもね。こっち側行こうか。こっち側の方がいいかも。城を奪えば有利になろう。よし、これでちょっと行ってみようか。この人たちがまっすぐ来るかどうか。あれ、なんかすごいところに変わっちゃったよ。ほんでこっちはどこ行った。ああ、徳川の方に攻めていったんだ、これ。こんな遠回りで来るの、こんな来るの。どうなんだろうね、これ。一回退却しようか。で、この上杉を先やっつけようか。なんかそっちの方がいいような気がする。士官が出てる。士官できない、これ。労力いらんだよ、これ。お、2人も3人お使いいたぞ。ああ、これあれだね、多分異風が起こったから、その辺にいた、なんだ、浪人が、まあ、仲間に入れてくれってくるんですよ。これ一回退却しようか。で、退却して上杉軍に攻め込もうか。このまま行くとね、多分無理なんだよね。いけんのかな。いやー、ちょっと無理だね。約120日。ちょっとね、退却しましょう。これは選択が、どうなんだろうね、この選択。でも、上杉が、ちょっとね、滅んじゃうの困るんだよね。よし、ここは決断だ。一回退却しよう。これは、伊達軍がここ飯山城を取る。まあ、ここまでは許そう。でも春日山はね、何としても取りたいんだよね。だからちょっと退却しましょう。で、ちょっと兵が回復するのをちょっと待ちたいと思います。はい、それではですね、今、豊臣軍の方に攻め込んでからですね、一旦退却をしまして、で、その後ですね、兵の回復を待っ
て、まあ、内政の方をやっていました。で現在1600年1月ですね、ついに1600年に突入しました。で真田正幸のグラフィックがちょっと変わりましたね。ここもうなんか最終形になったような、そういう感じでしょうかね。でちょっとですね、まあ、状況をですね、まあ見てたんですけども、上杉軍ね、なかなか強いですね。なかなか落ちない。さすが春日山城ですね。で、徳川軍もですね、なんやかんや言って、豊臣軍の攻撃をですね、退けていますね。ただですね、まあどちらかというと、徳川の方がちょっとやっぱり、そろそろじゃないかなと思ってまして、まあ、上杉の方に先に攻め込もうかなと思ってたんですけど、ちょっとねやっぱり徳川じゃない、もう一回ね豊臣軍の方にちょっと攻め込んでいこうかなと。でね、豊臣軍の方に攻め込むとですね、まあそれで兵を使うので、まあ徳川軍に攻め込む兵をちょっとでも減らせるんじゃないかなという、まあそういう作戦ですね。まああるいは上杉の方に攻め込む兵も、まあ減るわけですからね。まあ、それを考えると、まあ豊臣軍に攻め込むのが一番いいんじゃないかということですね。で、できれば、まあ、このまま、なだれ込んで、で、まあ、徳川のこの、本拠地ですね、今の本拠地、まあ、そこを取る、あるいは、その隣のお城を取るとか、まあ、そういったちょっとずつ弱体化させていこうかなと思います。なので、徳川を弱体化させつつ、まあ、豊臣にも、ちょっかいを出すと。いう、まあ、そんな感じの作戦でいこうかなと思います。で、兵力もですね、だいぶ回復しました。で、小田原、まあ、1万2000ですかね。まあ、マックス1万4000なので、まあまあいいでしょう。で、あと、新府城も1万6000。で、上田城が9000ですね。だいたいこの3城が今メインのお城になってるので、で、まあ、できれば駿府城とかからも出したいんですが、このね、掛川城があるので、これぐるーっと回らないといけないんですね、これね、ぐーっとね。まあ、いいんですけどね、回っていったら。まあ、あとはね、ちょっとまあ、ないと思うんですけど、徳川軍がまあ、突然攻めてくるとかね。まあ、そういうこともまあ、考えられなくもない。なので、まあ、この辺の、まあ、お城はその防御で使って、見ようかなと。で、あるいは、まあ、ここの、こっちのお城はね、多分そんな強くないと思うんで、掛川城ね、こっちの方にちょっとちょっかいを出すとかっていうのもちょっとやっていこうかなと。で、まあ、ここにちょっかい出すのは別にこんな近くなくて遠いお城からでいいわけですから、まあそれなりの兵力あるんで、まあ、この辺から兵出してちょっとちょっかい出すというような感じ。まあ、うまくいけばもうここ取っちゃおうかなとか、まあそういう感じでもいいですよね。はい。なので、まあこの辺りからちょっと遠いけど、兵を出しておくというような作戦に行こうかなと思います。で、メインで攻め込むのは、まあ小田原と新府城、それと上田城ですね。まあこの3つがまあ主体の、部隊になって、あとはまあこの辺にそれなりの部隊がいますので、まあどうでしょうかね。まあこっちの方に攻め込んでいきましょうかね。まあ目指すはここ。何城でしたっけ、ここ。飯田城。まあどれだけ援軍が来るかですね。結構ね、この今、出陣不可マークがね、動揺マークがいっぱい出てるんで、援軍がね、どこまで来れるのかというのがちょっと、疑問ですけどね。来ないかもしれませんね。来なかったらもう普通に取っちゃって、まあね、そのまま南に下っていくっていう方法もあるかもしれませんけどね。
まあ、来たら来たでいいですし、来なかったら来なかったでいいというような、まあ、そんな感じでいきたいと思います。はい、それでは、合戦出ましたので合戦やっていきましょうか。はい、相手12部隊ですね。こちらが11部隊だったかな。何部隊出てくるか。あ、8部隊ですね。8部隊であれば大丈夫です。選抜は別にしなくていいかな。まあ、このままでいいかな。はい、じゃあ戦っていきましょう。相手10何部隊でしたっけ、12部隊ぐらいいるんで、まあ、部隊壊滅したらどんどんまた出てくるようなそんな感じになると思うんで、まあ、とにかくどんどん倒していきましょう。うん、まずこれ取りたいね。この2万が結構きついかな。そうだね、2万がちょっときついね。お家を願います。まあ、いずれにしてもこれを取りたいよね。これ取りに行こう。進め本田こまっちゃんで軍を動かす。続けで信勝でご命令をくだされ。まあ信勝のここね、人がいないと上から弓打てないんで、まあ、それをね信勝さんにお願いしようと思います。で佐竹さんはちょっと強いんで別で戦いたいという感じですかね。はい、信行さんはまあこの辺でいいか。動くべき時は今ぞ。ご命令待っておりました。雪村もこの辺でいいかな。次なる手はいかに。正幸はどうしますか。まあ正幸もこの辺でちょっと様子見ますかね。はい、要所を手に入れる。続けご命令を。進軍だ。こっち側が結構人数多いのかもな。まあとりあえず様子見てみましょう。じゃあ行きましょう。あ、やっぱり左の方が結構来てるね。いや、これ結構来てるね、左の方。そうか、どうしようかしら。もう一部隊左の方に向かわした方がいいかな。どうかご命令を。あー、でもこっち来ちゃったな。まあ、雪村を左に向かわせようか。そしたら正幸をこっちに、向かわせようか。要所を取るぞ。ちょっと失敗したかな。左の方が結構来てるな、これ。これはちょっと厳しくないかい。まあ兵数では勝ってるっぽいけどね。とりあえずちょっと耐えてほしい。それは表情。ちょっと待って、この六文字メイドの道行きとして敵にくれてやろうぞ。雪村こっち側に向かおうか。行くぞ、足を動かせ。そうしよう。で、まあ、とりあえずこれでいこうか。今こそ空気です。よし、じゃあここで、はい、こいつをここに向かわせよう。守りを固める。よし、これで強撃が入れば最高だけど、まあ入らなくても鉄砲の出番ぞ。じゃあ入った。よし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 。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。この人が今何もしてないんだよね。ご命令。この人は何もしてないからどうしようか。こっち側行ってこっち側で攻撃入れようか。蹴散らしてくれよ。ここもそうだね。
ちょっと信達さんをこっち側向かせようか。歯の幼少期もうちょっと頑張って、ここはこれもう体力がなくなってきたな。ちょっともうちょっと引こうか。よし、もうちょい行こう。急げ雪村。行け。みな、我が手のひらの上で踊るが。ちょっと待って。人が乱れたら戦えぬわ。今こそ空気です。我が武略をもって万全の敵を打ち払う。攻撃入ってる？入ってるのかこれ攻撃。入ってるね。入ってる入ってる。よしよし。もうちょい行こうか。よっしゃ撤退。また撤退でもまたどんどん出てくるからな。機は見逃さない。機は見逃さない。ガラガラですって言ってます。やばい、なんかされた。我らの力を今こそ見せる時ぞ。うわ。社会滅。出陣してきたね、またね。よし壊滅、当てたい。よし壊滅。蹴散らしたぞ。こう立てん。よし、これでどうかな。ちょっとこれ休憩しよう、ここで。ごめん。で、雪村をこっち側に向かわせようか。要所を手に入れん。こいつがなんかどう来るかやな。よし、もうちょい行こうか。終わりにしてやる。これが俺の。よし撤退。よしやつ。よし、これ撤退したからまだでもいるのか。よし、もうちょっと引こうか。次なる手はいかに。ね、誰だっけ。信行さんをちょっと引いて、で、正行も一旦ちょっと引こうか。動くぞ、続け。これで行こう。このまま押し切れる。これでちょっと、ああ、そうか、ちょっと外れてしまったな。ちょっと待って、これで、要所の守りを固める。一回、振り返っていこう。守るとしましょう。よし。あ、混乱してるじゃねえか。混乱したら、まあでもしょうがない。ちょっと混乱してる。よし、六門戦出た。メイドの道行きとして敵に連れてやろうぞ。相手も強い。おかしゃ絶対。我が軍略にてこの戦。オッケー、壊滅。いや、まだ来た。ちょっと待ってね。この前には物の数ではないわ。これ逃げられないか。困ったね。うわ、こっち側もなんでこんなに混乱してる。なんかやられたんかな。すげえ混乱してるけど。頼むよ、逃げて。逃げられないか。逃げられない。もうちょい頑張れ。今こそ我が戦法により勝機を見出す。あー、厳しい。混乱してるから。ちょっと、あー、もういける。ちょっと逃げようや。はい、動くべき時は今ぞ。蹴散らしてくれようぞ。よし、もうちょい頑張れ。今こそ我が戦法により勝機を見出す。いった。あー、また出てきた。よっしゃ、出た。オッケー、これで。だいぶ旗色悪いね。ちょっと休憩入れようよ。我が戦法、今こそ受けるがいい。よし、出たい。来たね、来たね。
ちょっと引こうか。あ、でも引けないな。もうちょいなんだけどな。いやー、取り返された。まさか。いやー、よっしゃ、はい、これでだいぶいい。後ろから来てるやつを何とかしないといけないね、これ。こいつこっち回そうか。動くべき時は今ぞ。まだ体力が回復しきれてない。他の要衝で。よし、壊滅。俺によりこれが我が先鋒よ。よし、やつ。奮い立つなよ。よし、オッケー、これでこいつを狙い撃ちよう。成田さん、何をすれば蹴散らしてくれよ。雪村はちょっと休憩入れたい。雪村はちょっと休憩入れたい。待っておりました。これでいこう。よし、正幸これでもうだいぶいいんだ。次なる手はいかに。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。こんなん入れよう。なんたることか。やった、これでだいぶ優位になる。こいつが来てるからこいつをなんとかしないといけない。信勝をちょっとこっちに回そうか。行くぞ、もうちょい行こう。木は見逃す。これで弓が撃てるから。よし、壊滅。これは見逃せん。そなさせ。いやー、まだ大丈夫じゃなくなってきた。我が先方、よし、今こそ受けるがいい。こっち側に来たからどうしようか。ご命令待っておりました。こう、ああここまで行かないといけない。じゃあもうこいつやっつけようか。敵を退けるぞ。よし、もうちょい行こうか。ちょっとこれ引こうか。はい、ご命令を。我の要衝制す。我が軍略にてこの戦してみせ。容赦絶対。ご命令、ちゃん走ろう。待っておりました。いざ進め。よし、もうちょい行こう。よし、これで体力が回復する。これは大きいよ。あれ、あれ。この血を使うは今。体力回復するから、ちょっと有利になるはず。ん？なった。いや、これ重いのかやられてるぞ。大丈夫か。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。 OK、 こいつらもうコテンパンにやっつけたろうが。待っておりました。彼の血は守らねば。お指図、一回下がろうか。これもほんと選択するの難しいよね。ご命令を。進軍だ、進め。はい、敵を退けます。よし、絶対。あ、これで勝ちかな。いや、なんで分かった。はい、これグラフィック変わりましたね。22,000負けた。士官が出たね。士官やろう。
これね、威風が起こるとこういう風に浪人がこちらの方に仕官してくるんですよね。これはいいですよね。さてさてどうしますか。ここまで取れましたね。長城城まで取れたということだね。で、援軍がだいぶ来てるんだね、まだね。こっち側にね。あ、こっち側にも来てんのか。こっち側にも来てんのか。こいつやっつけに行くか。じゃ、とりあえず飯田城の方に進みましょうか。このまま進んでもいいんだけど、いやー、攻城戦で勝てるかな。ちょっとね、勝つ自信ないよね。どうしようかな。勝つ、まあまあ、ちょっと様子見よう。あ、退却したね。退却しましたね、こいつら。退却したか。退却したか。退却したね。我々も退却しようか、一回。今退却すれば多分兵もそんな減らないと思うんですよね。で、もう一回出直して、もう一度同じような合戦を起こしたい。次なる手はいかに。そっちの方がなんかいいような気がするな。で、この掛川城は今これ何部隊か出てるんで、まあそれでちょっとちょっかい出して、まあできればこういうちょっと軍だけでも取りましょうか。まあ多分ね、浜松城落ちないんじゃないかと思うんですけどね。この攻城戦準備って書いてあるんで、おそらく、なんだ、攻城戦になるんだと思うんですよ。よし、これで、あれですね。退却終了ですね。で、労力3ある。あ、ちょっと待って。大官が多分、まだ組頭か。あ、まだ組頭か。確かね、ここ、鋳造所が建てれるようになったんだと思うんですよね。違ったかな。城情報で、軍開発で、この金山、これね、これ掘り当ててるんで、鋳造所が建てれるはずなんですよ。鋳造所を建てたいんですが、労力が1足りない。ということなので、もうちょっと進めましょうか。ちょっと遅いな。よろしいですか。伊達軍。あ、伊達軍は、まあ、とりあえずいいや。よろしいですか。ちょっと、止まれ。よし、4回復した。これで鋳造所建てましょう。うわ、もったいないけどね。商人町潰すしかないね。うわ、レベル3なんだけどね。まあしょうがない、ね、これです、鋳造所。商業がプラス5000という、なかなかのやつですね。あ、それとね、維新が300になりましたので、制作の、これ。腰おろですね。腰おろ増やすやつが、いけるようになったんで、これ星3つまで増やしときたい。受けたまわりました。あとは、まあ、もうこんなもんかな。あんまりやると、お金の収入がなくなるんで、あ、これもやっとこうか。これ、星1ずつぐらいはね、ちょっとやっときたいね、これへん。300なんで。心得申す。これはなんだ。あ、耐久力か。これはとりあえずいいか。あ、これもやっときたいか。磁石心。これね、忠誠度が上がるんですよね。保守主義の忠誠度がプラス1。500か、でも。
これいいけどね。ちょっと人がいなくなった。あとは標定のところで、これか。感謝いたす。橋軽大将に2人入って上がった。はい、この辺にね、新しいやつで恩賞で感謝状授与っていうのがあるんですけど、これあげると、まあ成長してくれるんですね。で、雪村戦闘をプラスにしとこう。片付けなし。あと制圧。感謝いたす。鈴木さんも制圧。ありがたき幸せ。ああ、これ制圧にしたかったかよな。まあ、ちょっと、もうちょっとこれ、様子見ようか。で、あと何するんだったっけ、さっき。ああ、そうそう、足軽大将になった人が、何人かいるっぽいんで、ちょっと、人の配置をやりましょうか。はい、それではですね、今回は、豊臣軍の方に少し攻め込んだりしてたんですが、そんなに大きな出来事はなかったですかね。で、次回もですね、引き続き豊臣軍にちょっかいを出しつつ、できれば上杉か徳川、このどちらかをですね、滅亡に追い込みたいなというふうに思っております。はい、それではですね、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。